皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。今日は土地家屋調査士試験で使用する関数電卓についてのガイダンスです。はい、関数電卓、そう、サイン、コサイン、タンジェントというあれです、ね、でこれを言ってしまうと、もうそれだけで拒否反応を起こしてしまう人も結構いらっしゃるんですね。で、まあ何を隠そう、実は私ももちろんそうでした。この土地家屋調査士試験に、まあ、挑もうと思った時に、まあ、こんなのできるのかな、要は学生時代にやったサイン、コサイン、タンジェントなんていう知識はもう全部忘れてしまっていたので、その部分がとても不安だったんですけれども、もうこれはなんてことないです。要はこの関数電卓、ね、これを使えばもうこれがもうほとんどやってくれます。で、まあ、あまり言ってしまうと、じゃあもう何も自分はしなくても電卓が勝手に自動的にやってくれるのか、まあ、こんなふうに思われてしまっても困るんですが、まあ、もちろんサイン、コサイン、タンジェント、関数、三角関数の、ね、知識は一通り、ね、これは学びます、まあ、でも学び直すというふうに、ね、これ言っていいと思いますので、全くわからない人でももちろん、ね、もう最初からやればこれはできます。だからやっていない人でもきちんとついてこられるような講義をしますので、そこは安心していただきたいと思います。で、じゃあこの関数電卓をどんなことに使うのか、ね、これを今日はちょっとここでね、実践してみたいと思います。はい、では今ね、画面に映っていると思いますけれども、ちょっと見てください。はい、これ土地なんですね。で、この土地A、B、C、D というふうにね、これ書いてあります。今ちょっとマーカーでチェックしましたけれども、ここの座標値、要は X がいくつで Y がいくつでというあれです、ね、この座標値があれば、ね、この A、B、C、D で囲まれた土地の面積がこれ求められるんです。もうちょっと言うと、この座標値を使った面積の求め方、これしかやっちゃいけませんよっていうようなね、これ規定なんですね。なので、まずはこの ABCD の座標値、これが分かっていて、この土地の面積を求めるということをやってみたいと思います。はい、でちょっと電卓をね、出してみますけれども、はい、こんな風にもうここにサイン、コサイン、タンジェント見えますかね。もうこれがあるので、あとはもうこれ叩けば関数電卓がきちんと計算してくれます。はい、で、まあ、このサイン、コサイン、タンジェントというのはこの後ちょっと使っていきたいと思いますけれども、はい、今この ABCD の4つの座標値というのがすでに、はい、こんな風にメモリーしてあります。はい、ここに ABCD とあると思いますけれども、最初の数字が X 座標で、プラスで区切ってある後ろの数字 I という文字がついてますけれども、これが Y 座標。これをメモリーしてあると、こんな風に叩いていくと面積が出てきます。はい、 A-C、はい、そして B-D、はい、でこれが倍面積で、この下に出てきた 402.3832 というのがこの四角形 ABCD で囲まれた、まあ、土地の面積ということになるんです、ね、ちょっとすごくないですか。こんな風に土地の面積をあっという間に求めることができる。でそれはこの ABCD の座標値、これがすでに分かっていて、今関数電卓の中にもう私がメモリーしてあるからなんです、ね、じゃあ実際にサイン、コサイン、タンジェント、ね、まあ、この三角関数はどこで使うのかというと、座標値が分からない場合にこれをまず先に求めなきゃいけない、ね、この座標値を求めるというところで使っていきます。はい、でちょっとまたね、画面をそのまま見ていていただきたいんですが、こんな三角形、はい、なんか昔やったなーなんていうのをね、思い出す方もいらっしゃると思います。全く思い出さない方もいらっしゃると思います。それはもう全然構わないんです、
ね、でこの三角関数というのは直角三角形、ね、直角三角形があった場合に、まあ、右下に直角を持ってきて、そして、まあ、ここの角度、ね、それとあとはこの三辺の、まあ、比率、ね、まあ、これがこんな風な定義で示されますよ。はい、サインシータというのは R 分の Y、 コサインシータというのは R 分の X、ね、これこんな風に表せます、ね、でこれは定義として押さえておいて、でじゃあ座標値私たちが求めるのにどんな風にこれを使っていくのかというと、これ座標の軸です、はい、で縦軸が X で横軸が Y、 最初これ気持ち悪いと思うんですね。普通は縦が Y で横が X だろ、ね、これ数学のまあ座標形というのはもちろんそれでいいんですけれども、測量の座標形ってまあこのように決まってるんですね。縦が X、 北方向が X、ね、で横が Y、 でもこれはもうここがひっくり返るだけの話なので、もう慣れてしまえばもう縦が X、 もうこれがもう当たり前だというふうに思うように学習続けていればなります、ね、もうこれはあっという間になれます。でこの時にじゃあこの図の P 点の座標値を求めましょうというふうになったら、この O、 ここが X が0、 Y が0の、まあ、原点だとします。はい、じゃあこの P 点どうやって求めますかって言ったら、この O から P への距離と、それからここの53度という角度、これを使って P 点、これ求めることができます。はい、じゃあどうやって求めるのか。はい、ここ直角です。要はこの P 点というのは O から X いくつ行って、そして Y いくつ行ったところの点ですよ、ということになるので、ここの長さとそれからここの長さが分かればおのずと P 点の座標値出てきますよっていうことになるんですね。はい、でこの三角形をこの向きに置き換えて考えていくと、ね、要はこの右下に直角部分を持ってきた形に置き換えていくと、ここが50メートルで、そして X、これがここの長さ、ね、でこの Y というのがここの部分だというのが見えてくると思います。はい、そうするとサインシータは R 分の Y、 コサインシータは R 分の X、ね、で欲しいのはこの X と Y なわけだから、ね、これをy イコール x イコールの形に直すと r かけるサインシータ、これで y が出てきます。 r かけるコサインシータ、これで x が出てきます。これをそのまま電卓に叩き込んであげるとそのまま出てくる。はい、 r 距離が50メートルです。はい、かけることのサイン53度、はい、これで Y です。はい、今ここにありますけれども R かけるサイン53度、はい、なので Y 座標、 P 点の Y 座標は 39.93 何がし、同じようにじゃあ X の方は50かけるコサイン53度、はい、これで 30.09 何がし、ここが X の長さとして求められるということになるので、こんな風に P 点これ出していきますよ。ここで三角関数を使います。はい、なのでこれがきちんとまあ理解できて、ここを覚えてさえしまえばあとはもう座標値出すのは関数電卓がやってくれます。はい、なのでそんなに、はい、そんなに大変だっていうことはないと思うんですね。ただまあ私が聞いた方々だとやはり
関数なんてもう忘れちゃった、もう今から勉強する気になれない、ね、そんな方も結構いらっしゃいます。特に司法書士さんなんかはね、一緒に調査士取ってみない、ね、そんな話をしてみても、いや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 、ね、こういった方が多いですけれども、もうとにかく三角関数の基礎というのはもちろん、ね、講義の最初からきちんとやっていきますし、あとはもう電卓使えばそこまでやってくれるよ。で、今距離×コサイン53度、ね、距離×サインシータ、ね、こんな風に P 点の座標値出しましたけれども、これをもうちょっと最初に見た図面で考えていくと、例えばここの座標値求めますよというふうになったら、今の考え方をもうちょっと電卓の機能を利用して、はい、もっと簡単に出すことができるんですね。はい、例えば A 点から出発します。そしてこの A から R までの距離ってここに分かってますよね。はい、そうするとこれに距離が 10.05、 はい、そして角度、はい、これ A から R までのこの角度というのは A からこの先の D までのこの角度とこれ同じになるので、この A から D までの角度、まあ、正しくは方向角なんていうふうにね、この後、まあ、学習することになりますけれども、これを使ってこんな風に D-A、 はい、そうするとこれが R の座標値ですよという風にこれ出てきてくれるんです。はい、ちょっとすごいですよね。まあ、なんかこういろいろ打ち込んでるけれども、これで R の座標値が出てくる。はい、で実際に、はい、これが今のね座標の座標値になるんですけれども、 R というのはここにあって、答えが 38.88 と 88.10 ですよ。はい、比べてみても、はい、間違ってないですよね。こんな風に関数電卓というのは非常に便利なものだというのが分かってくると思います。はい、いいでしょうかね。はい、ということなので、まあこういった土地家屋調査試験ならではの道具になりますけれども、こんな関数電卓を使ったり、あとは、ね、三角定規を使って図面を描いたり、ちょっと普通の資格試験とはまあ一風変わった試験になっています。その分、まあ、これプラス法律の学習もしていくわけなので、まあ、いろんなことを同時にこれ学ぶことになります。そうすると飽きないというところがね、一つの大きなメリットになってくると思います。なので数学苦手だということでちょっと躊躇されている方なんかは、ぜひチャレンジ、ね、していただきたいなというふうに思っています。はい、ということで、今日は、関数電卓にのショートガイダンスということでお時間いただきました。最後までご視聴ありがとうございました。